勇敢な海の戦士に俺はなる。モンブランの助力を得てノックアップストリームを捉え、麦わらの一味は無事空島へ到達した。スカイピアと呼ばれるその国はゴッドエネルが支配する神の国だった。エネルは聖地アッパーヤードのどこかで空の民を常に監視しているという。一方エネルと敵対する別の勢力もあった。彼らはシャンディアと呼ばれ、先祖伝来の地であるアッパーヤードを取り戻すためエネルに戦いを挑み続けていた。そんな状況下、スカイピアの兵に不法入国の罪に問われたルフィたちは天の裁きを受けることになるのだった。ちょっと待って、何これ、何なの。どこかへ連れてく気だ、俺たちを。見てみろ、大変だ、メリーゴーが連れて行かれちまうぞ。ナリサ、ロビンちゃん、これぞ天の裁き。不法入国の罪を犯したお前たちは禁断の聖地アッパーヤードにいる神官たちの手で裁かれるのだ。おい、あいつらどこに行ったんだ。奴らの行き先は生贄の祭壇。助けたければアッパーヤードで試練を受けるしかない。仲間を返してほしけりゃ島に入ってきやがれと。まあでも神官ってのをぶっ飛ばしゃいいんだろ。お前たちに勝ち目などあるものか。何より島にはゴッドエネルもいらっしゃるのだ。うるせえ、まとめてぶっ飛ばしてやる。行くぞアッパーヤード。聖怪人が紛れ込んだか。好都合だ。神官どもを叩き崩すなら今しかあるまい。いや、何やら騒がしくなってきたじゃないか。試練なんざ受けなきゃならねえんだ。とにかくお前らは俺の身の安全を最優先だ。やっと作戦決まられちまった。こうして生贄はあれだけか。なんか来たー。早くみんな助けに来てくれー。チョッパーが心配だわ。メリー号に戻らなきゃ。彼らの使命はアッパーヤードの一斉掃除。お前たちにもはや逃げ場はない。
こっからは手分けして仲間を探そう。メリーゴーで落ち合おうぜ。殺キマーネッジマッ。やれるのも今のうちだ。できそうなんだけどな。長さん、無事だったの？ロビンも無事だったか。メリーゴーに急ごうぜ。怪人ども、ゴッドエネルの試練を受けよう。助かったぜ。メリー号へ戻るつもりが見つからなくてよ。マリーが俺も迷子だ。あかね、勘で進むぞ。試練試練ととやかく言うが、正直俺らには身に覚えのねえ話だが、受けよう。空くんだりのクソ試練。なぜならか弱いレディ二人を守るのが俺の役目。つまりそうだ、これは恋の試練。
ヤードが荒れている。今こそ好機、我らの地を取り戻せ。来たな、チャンディア。聖怪人もろとも葬ってくれる。いただきます。敵見てたら俺たちの味方ってわけでもなさそうだな。全員無事みてえだな。ナミどうした。神の住む島アッパーヤード、この島まさかこれ見覚えあるでしょ。地上と同じものがここに。この島はもともと地上にあった島だ。そう、ここは引き裂かれた島の片割れ。この島はジャヤなのよ。だけどよ、こんな島がどうやって。あの化け物海流しかないでしょ。馬鹿げた話かもしれないけど、かつて地上にあってノーランドが確認した黄金鏡は400年間空を飛んでたんだ。うわー、ありがとう神様。空島が黄金鏡だったなんて、これは私へのご褒美ね。なあおい、黄金鏡にはでっけえ金があんだよな。ノーランの日誌によると、そう、確かにあると書いてある。鳴らしたらひし形のおっさんにも聞こえねえかな。聞こえるよな。よし、俺は金を探すぞ。シャッター。やっと莫大な黄金が私たちを待ってる。ああ、黄金鏡を探すのよ。船番は俺たちが引き受ける。焦ることはない、ゲームはまだ始まったばかりだ。それが古代都市。
聖怪人覚悟しろ。やがる聖怪人。
を継ぐ俺たちが鳴らしてこそ意味がある。貴様らに何の関係があるんだ。俺たちは神を名乗る者たちに奪われたこの島を取り戻し、あの鐘をシャンドラの火を灯さなきゃならねえ。大戦士カルガラは400年前に村を救った恩人のために黄金の鐘を鳴らそうとしている。そうだ、同じ400年前、ある探検家が黄金鏡を見たと嘘をついた。世間は笑ったけれど、彼の子孫たちは彼の言葉を信じてる。黄金の鐘を鳴らせば、世界で黄金鏡を探し続けている彼は空にあったと伝えられる。この麦わらの船長さんはそう考えている。素敵な理由じゃない？こんな状況なのにね。そいつの、その子孫の名はモンブラン・クリケット。ならば400年前の先祖の名はノーランドか。クソ麦わら、シャンドラの火を灯しに。お前、分かった、行こう。これならあの鉄雲を排除できる。任せておけ。シャンドラがあった場所は見当がついている。ついてこい。ドクロの右目と同じ場所、黄金があるとしてそこかもしれないわね。バズーカ、やっと。いかん、うっかり手を出してしまったか。まあいい、生き残りを追い詰めてやろう。任せておけ。シャンドラの火はどこに？地図が示していた場所は確かにここなのに。政界の盗賊どもとシャンディアが手を組んで何を企んでいるのかと思えば、狙いはそれか。悩み大きこの世だ。子羊が何を望もうと構わんが、空に根付くこの国そのものが土台不自然な存在なのだ。土には土の、人には人の、神には神の帰るべき場所がある。そうだ、全ての人間をこの空から引きずり下ろしてやろう。そんなことをすれば黄金の鐘までも失ってしまう。あの鐘はあなただって欲しいもののはずよ。心配には及ばん。すでに鐘がある場所の目安はついている。サバイバル、予想より生き残りが多くなったな。神が予想を外すことはできん。
さて、誰が消えてくれる？お前が消えろ、不届き。流れ星。私は神だぞ。何事も意のままにする。私の思う世界を作るのだ。ハクニオコボルトバーリー。いやついにこの箱舟の究極の機能への回路が開かれた。排出されたライオンはエネルギーを増幅させながらスカイピア全土を闇と共に包み込む。さあ宴を始めようじゃないか。これはしない。じゃあ空島が跡形もなくなっちまうぞ。ルビー、そいつの落雷を止めろ。邪魔をしようというのか。やってやろう。
私は、シャンドラの戦士、どんな敵だろうと膝を折りはしない。前では何もかもが無力、故に俺は神なのだ。エルトール、そうよ、少し考えれば分かることだったのよ。ルフィに雷は効かない、ゴムだから。もしかしてルフィはエネルにとって世界でたった一人の天敵。地獄
なんだというのだ、貴様。これはルフィ、海賊でゴム人間だ。雷なら効かねえ。それなりの戦い方がある。やってみろ。サツ、キノアデチボ。やられます。ホッ、サツ。やられます。サツ。やられます。誇り高きシャンドラの戦士、どんな敵だろうと膝を折りはしない。パラミシア一匹ひねりつぶせんわけがない。神だ神だとうるせえな。何一つ救わねえ神がどこにいるんだ。もう誰にも止められん。殺このゴムの、これが覚悟だ。ディジェクト、アントバッシュ。狙います。ここを神の支配地と定めよう。殺、キノアデッチボス。
走る、空島と共に。じゃねえか。